時分帰ってきたん。昨日10時半。昨日か。いいでしょ。うん、やっぱこれにかなうものがないんだね、ウリン材で。ウリン材はそうだね。アイアンなんとかとか、うん、持ってたよ、うん、でも、所詮腐るんやけどな。いや、腐る腐ってもげだって腐らせるのに、ね、切った断面がこれなんですね。切った断面やけど断面さ、すげえいいよね、うん、いいけどさ、うん、実際腐ってあげてボロボロだってさ。まあそうだけどさ、それなら腐らせるような乗り方するから割れちゃう。それならこれを補強したらいいの。いや、下がると軽いし、なんか結構あるの、うん、まあね、軽いは軽いよね。やられてるのが側面ぐらい、うん、で中身は結構きっちり、中身は結構きっちりしてる。黒炭級やろね、多分。うん、だから黒炭よりもっといいんじゃねえの、うん、黒炭使えるなら高いじゃん。まあね、でも中しっかりしてるもんね、うん、中はね、うん、密度が高いよね。ああ、驚くよね。綺麗だよね、あの切った時に。ウリン材の密度圧倒的にやっぱ違いますね、うん、これ俺のもうそれ切るのが大変でしょ。安倍首相のウリン材冗談がきついね。これ釘は抜けねえ。釘結構力いりますね、それでも、ね、抜けないことはないんですけど。返してください。釘が抜けねえよね。ああ、それウリン材じゃねえもんね。それは杉の表面に、うん、杉やもんね、一号丸八表面に塗らんで、ここに塗り込んで打ち込めば絶対取れねえぞ。それは確かです。もうそこにある6815で2枚重ねくっつけたやつが、うん、これ鬼目のところはもう塗ってあるんですよ。ああ、側面に、鬼目の側面に、ああ塗ってね、6815塗って、でねじ込んだ。で、ねじ込んだ。それはかなり硬いですね。寂しい。そっちだと、うん、鉄板やってこれグリッと曲がるね。いけるね、かなり、うん、おにめ、だっていけるねったって自分が選んできたんだ、うん、何自分何探したの、もともと知ってたの。いやいや、こんな爪 UFO みたいのがあったやん、うん、あれの方がこう爪がかかって接地面が多いけ、うん、向こうの方が強いかなと思ったんですよ。あ、いやいや、でもやっぱこっちやね、もう全然だよ、ねじ込む力があるしね、うん、はい、もう全然全然構造物になるよそれだったら、うん、立派な立派なさ、だからあれじゃない、木工をやってる人たちはさ、それ知らない人たちは見るとさ、うん、参考なんじゃない、すげえ。そうやろね、うん、そのあれですね、合板の方にもそれ6815塗ってでねじ込んであるんで、そっちの方で。あ、こっちにね。あ、こっちの方です。これも、これも鬼目の側面に塗って、で、やったパターンですね。これだけ接着してないんで、外すと。外れる。木工やってないければさ、鬼目知らなければさ、やっぱりさ、エンザートとかなるよ。エンザート。ヘリサートとかエンザートとか。それ片側だけ鬼目入ってるパターンですね。おお。で、俺も考えよったんよ。鬼目入れてさ、はい、要はこっち側のこう接合部があるやろ、はい、ここにね、スリーブ入れて固めるかな。スリーブ入れて固める、うん、要は鉄パイプ、鉄パイプがあるやろ、はいはいはい、だからほら、どうしても外は硬いよ、はい、でも合板やんか、うん、密がないやん、うん、だけそのスリーブ以上もスリーブがなかったらここ圧着というか押してしまうやん、うん、キュッて、うん、だから型がつくからここにスリーブ入れて、うん、スリーブを固め込んで、うん、押して
ねじ込んで、うん、でもからでもワッシャーとかさ、ナット入れたっていいよね、ナット入れるだけで、ね、そこにちょっと大きめのやつをね、そうそう、ワッシャー二重にするとか、うん、ナット入れるだけで、うん、もう全然違うよね、違うね、うん、だから社長のそのさ、あの木材と普通のコンパネと折り目のやつは狙い目かなと思って、うん、作り方は安いしさ、すげえ役立つよ、ひょっとしたら家建つよね、いやそれで家は作んないでほしいって、掘ったて小屋建つよね、掘ったて小屋が建つよ、うちの掘ったて小屋は違うから社長さん、やっぱこれロビーに行ったら違うな、違う、カチカチだもん、うん、カチカチだよ、それが試しにあれですよ、ガラスクロスのテープをで接着してみたパターンです、いいだろ、それね、だから塗らないやつと、1508だよね、塗ったやつと、はい、FRP で塗ったやつと、要するに3種類そのちっちゃい間にあるんだって、班長説明は、あ、いや、それは6815だけですよ、あ、6815だっか、うん、要は薄いコンパネでも間にロービン1枚入れな、うん、硬くなるよな、そうそう、で固めてしまった後に穴開けてスリーブ入れ込んでまた固めると、うん、いい具合だね、うん、結構 でかしたよ、ありがとうございます、うん、だからガラスクロス入れなくても、うん、さらしでもさ、あ、そういうのでも、何でもいいよね、うん、いいんだけど、要は繊維の中に染み込んじゃダメってことだよね、あれが水が、だからガラスクロスでも、メリアスでも何でも繊維の中にさ、 FRP のファイバーの中にさ水が入らないように、そう、材料がさ染み込まないとダメだよね、俺極端に言うたらさ、うん、これで作るじゃない、うん、はい、ガチッと接着してね、うん、ほんでその後にどうするかというと、うん、6815かどんぐりで固めるやん、うん、その上からね、社長の 大嫌いなあの、うん、要はポリエステルで、うん、お経を入れるかな、うんうん、その時にやっぱ歪み生じる、土台が固まる時は問題ないって、うん、そうだけど、うん、そこを値段を走る必要ないんじゃないかと思うよ、あ、つうのは塗るだけだったら安いから、あ、要はログハウスのデッキやるって言ったことがあるでしょ、ね、あれ5平米ぐらいだったっけな、デッキ5キロ買ったんだよ、1508を使った量いくら、1キロ余ったじゃん、あんだけ塗ってたよ、あれ工場の半分塗ったろ、あれ30平米ぐらいあったろ、そう、あんだけ塗って1キロとか2キロだよ、だからコンパネのそれぐらい塗る量を考えたらはしょんねえ方がいいよ、うん、で俺はこのねウリン材にこれ塗ればすごいやろ、硬いやろ、すごいね、ウリン材に塗ればすごいよ、ね、でね、ほら合板やったら心細いじゃん、一回塗って乾かしてガラスクロスを巻いていくかなと、あの大引きはね、値段はいいと思う、ただのあの合板に散布するだけで、ワンプライからツープライで、だからあれ荷台作る場合は俺はその値段ははしょんない方がいいと思う、で、極端に言ったらさ、要はこれが大引きとするやん、うん、大引きとして、要は大引きにも鬼目鬼目ナット打ち込んで、うん、
こう上からがっちり締めると、うん、横の値段ね、うんうん、大引きをと値段をもうこれでしっかり締め込みたい、うん、あれ見たら分かるように上から下まで通し彫りとやろう、はい、それをねやりたくねえさ、うん、水分吸わんように、うん、確かに定価やろ、うん、ね、うん、ただこれ最初に売りん材に塗っときゃこうなってねえよな、うん、なってない、売りん材にこれ塗っとけば、うん、なってないよ、これでログアウトだったら5億円やね、うんうん、でもさ、ウリン材使うパターンの場合はさ、あの知らないじゃん、アンダーコートだとかさ、錆止め材だとかさ、その辺しか思いつかないけどね、うんうんうん、第一、1508自体がほら、自動車で使ってる人たちが少ねえんだからさ、うん、で、なんであれで、あれ、はい、班長は6815使ったの、ああ6815使ったんですか、うん、まあ、俺1508で来るかなと思った、まあ、いやいや6815が適宜、まあ、そうな適当かなということで、ええ、それは指示ですよ、まあ、なるで指示かかかりでしょうか、やっぱ6815です、偏屈親父か、偏屈、言葉が余分だね、だから、うん、あ、班長さ、6815と1508のサンプル持ってきたよね、ね、あれですね、ガラスクロステープだけのですね、ガラステープだけ、はい、社長のところで一回説明したことあったんだよ、うん、知ってるよ、それがあれですね、真ん中の方が2くらいで、端っこ側が1くらいっていう形です、これどんぐらい、あれこれ6815と1508、全然硬さが違うって言いたいね、そうです、剛性が違う、うん、その硬さと接着力とみんな違うんだよ、粘り強さ、うん、そうだけど、よく言ってるほらスキー あのエアリアルの連中、うん、最終的に行き着いたのがこれやろ、そう6815の類人だから、まあまあほとんど6815と同じだよね、それのもっとピュアタイプだからさ、温室40度で自然乾燥、強制乾燥、いや、温室 あの空調が効いた中で40度っていうんです、ああ違うっすね、違うよ、硬さが、だからさ、ハンマーでその、あの端、うん、あのフライヤーでさ、折ってみないの、何百回通ったよね、あ、そう、うん、でもしっかり折れんちゃうのね、そうポリエステルだったらパリパリパリっていくの、いく、うん、笑ってるね、だとポリエステル違うよそんなこと思ってないって、もう分野が違うんだからポリエステルとエコツは全然違うしね、うん、分野が違うんだ、畑違いだって、そう畑違いな、だからポリエステルやってる人たちはエポキシには来ないよ、エポやってる人たちはポリエステル行かないよ、うん、あ、みんな仲良くすればいいんだ、いやいや仲良くするとか、あの仲良くないとかそういうの関係ない、あの すれ違いもしないんだよ分野が違うからこれポリエステルだパリって言われて、そうだよ、手に刺さって終わりだよ終わりかどうか分かんないけど、まあ違うわね、だからさ、ポリエステルやってる やって作ってる人たちエポキシいじり出すとさ、なんだこらって言うもん、うん、確かにね、うん、感覚が違ってちゃうんだよね、もうね、全然違うもんね、うん、ものが、うん、だからそれでさ、この鬼目を6815でさ、例の増粘剤入れてさ、固定したやつどっか作ったんだよね、これあれです、あ、それ得意の得意賞、あ、これ見たことないな見たことないなんかこう混ぜるやつ見積もり出すんじゃない
どこから買ってたんまり持ってるでしょだって。これ知っと思う。初めて使いました。あのね。初めて使ったんだって、だから。俺、一回社長には言ってないけど、うん、どんぐりでね、はい、これで、これぐらいの丸円形を作るやん。うん、で、あと、テープに巻いて棒状の作ってさ。浮きだろ。違うか。これにタップで穴開けた。ああ、はいはいはい。いいよね。タップの他にもう一個、ネジ作る方はね、バイス。うん、ダイスか。うん、あれでボルト作ったんですか、うん、で何に使ったかって言ったんですか、せがれが俺ら魚釣り用のタモアルミの部分ハンマーで叩き割ったんですよ。あら、割ったって昔サロンでボルトクマルバラスバーリーみたいな、うん、割ったね、割った割ったすごかったんだ、すごかった、黒の車買ったばっかりよ、はい、オークションで落としてるんで買ったんで、でっかいリアガラスだったっけ、リアガラス黄色い、俺の今でも使うよ、黄色のハンマー持ってて社長が、そう、おいせがれなんかガラス割ったけど大丈夫きゃ、音がしたぞハンマーで割り上がった音がしたんだもんね、いつか4つの時やったよね、そうそう、まあちっちゃい時だもんね、そこから言われたもん、おー僕だ嵐連れてくんなよあの時は泣いたよね。まあ言った。あと半1年ぐらい先やったけど、もう、まあ、廃車してすんだもん。で、直したのそれ。ツッパーツ作ったのだけどね、網がこう割って、竿にこう作るとこ、こうねじ込んで網にするわけ。はいはいはい。そのパーツをこれ作ったの。作ったの。うん、ま、これも造年剤ですよ。ああ。これ造年剤でなんか効くよね。効くよ。やっぱりね。うん、まあ、造年剤の入れ方とか量にもよるけどね、大体効きますよ、入れた方が絶対に効いよね、うん、それは大丈夫ですよ、これ造年剤入れ方が木にだいぶ染むやろ、はい、染み込んじゃう、だからあと班長に言ったのは、うん、1回塗りして2回塗り目であのコンパレの主要部分は、うん、ウリンの主要部分を作った方がいいよって言って、1回塗り2回塗りやったんだもんね、テストね、はい、素晴らしいね、嬉しいでしょ、強いね、そうですね、だから6815を造年剤でまあ、パテ状みたいにして、でそれを鬼目の側面に、うん、こう社長鬼目使うの初めて、あ、何回もやってるの、何言ってるんですか何言ってるんですかもう経験者、ただ俺が FRP でケチってやったんだけど3年ぐらいさ、うん、ボリって濡れたら笑わないよ、そこで、ね、その使うのをやっぱ鬼目とさ、やっぱりエポクシだよね、ケチったんだな、鬼目とポリエステルじゃないよ、鬼目とエポクシだよ、昔はほら、まあ、貧乏やったっぱい、うん、いや貧乏ってかエポクシ知らなかったんでしょ、前はね、うん やっぱ鬼目とエポだよ、エポキシだよ、あれですね、コンパネの方 M6 です、 6mm の方なんで、うん、これ一緒やろ、そう、俺はこれを求めたんさじゃあ社長さんの一応狙い目には適合してるわけ、うん、適合してないのはヒンチだけさ、納期だけど、日にちは分かるよ、いやだから1週間で持ってきたもんね、こんだけ作って、うん、結構反対側に鬼目だとなかなかはまってくれないんで、ただちょっと合板の方は片方だけ穴だけ開けた形にしてるんですね、一回両方側に鬼目ねじ込んで試したんですけど、やっぱり閉まんないよ、閉まんない、隙間開くよ、閉まんないし隙間開くしちょっと傾くしで、でもこのこっちにもこっちも鬼目入れてたら強いっぺな、うん、そうだから片方に鬼目入れてナット入れて、うん、厚めのナット入れてその合板との補給やればさ、そう、ね、金属同士になるじゃん、うん、片方金属片方ナット両方の金属、うん、
で曲がりなりともバラすことないけん、もうし塗り殺しにいいやね。まあね、それはそうだね。あの一体化するんだったらね。終わったらなんとか構想あれできるもんね、寝れるもんね。でさ、でかいと でかいさハンドグラインダーさ持ってんのにさ、わざわざさちっちゃい買ってきてろ。いや、しっぺの2000いくらだとかなんて。まあでもそれでも十分、あのその板だったら穴を開けられました。いいよ、経費は高いな、どんどんねえ、班長。ここのとこは電灯つくん？つかねえ、もう。あ、つかねえ、ねじ込みます。多分ネジが使えるね。うん、やっぱこっちもこっちもネジやけど。うん。それが一番締まれてくる。いっちゃいます。分かった。やっぱ反対はスリーブやね、うん、課長。うん、スリーブの方がいいね。どっちでも工夫次第だと思うよ、それはもうどっちでもいいと思うよ。トラックやけ通しボルトを裏から入れて、うん、表袋ボルトを締めてその上から袋ナットかけりゃさ、うん、それらしいやろ、うん、どうすか、使ってるか知りませんでした。エンザートとかヘリサートとか知らなかったよ。鬼目なんつうのあるのに知らなかったよ。そう、ほんとそれジョイフルで買ってたんだ。まあ、はい、あの木曜日先週来たでしょ、うん、あの帰り時間があったから、あのカインズは今ね改装やってんだよそう、うん、だからあのジョイフル行ったん、うん、うん、ジョイフルにさあ聞いたらさ、もう普通に置いてあったからさ、あ、いいなと思って。俺が何に使ったか教えようかな、うんうんうん、あのさ、この車取っちゃダメやけどさ、うん、この車に使った、そうよ、うん、あのさ、うん、天井があるじゃん、うん、うんうん、ルーフ、ね、ルーフがあるやん、うん、だこれぐらいきっとはしたんだよ、うん、で、ここに角材を打ち込んで、うん、角材入れ込んで、うん、68コースバーって固めた、うん、で上からロビー張った、うん、で穴開けて、うん、あの鬼目納豆さ、うん、ここにこうネジ込みがないんさ、一応まあ多分手力じゃそう簡単には取れないよ、本来からが取れないですよ。要するに木材の方が割れちゃうよね、うん、それは金属と木だもんね、いくら強い弱ったってね、金属がさ、ちょっとよ鬼目の金属がダメになっちゃったら杉だから割れちゃったんですよ。笑っちゃうよね。うん、俺穴開ける、穴開けてねじ込む時やろ。はい、確かに、わかる。だから一応隙間はあの縦状になったら6815、うん、縦状にしたやつを乗り込んだ。これ8ミリだけだ。それ8と6です。8ミリと9ミリ、だから8の時は9ミリで開けたんですか、うん、9ミリで、ええ、9ミリで穴開けた。すかすがなかった。いや、それに貼りました。逆にそうじゃないと、あの鬼目の底の部分が引っかかっちゃうんですよ。ここ尖ってないんで、あの穴をちょっと大きめぐらいにしないと入り込まないです。俺はね、はい、この鬼目があるじゃん、はい、ちょっと足が長すぎたんですよ。鬼目をここ切ったよ。切ったんですよ。こう、これで危なくないように固定してさ。はい、固定して。で、あの、細くかったピョンって。
だから木の中にこうピッて収まるやん。それか乾いてしまって削ってもいいよ。すげえな、ウリン材。ウリン材は硬いですね。硬いやな、これで頭叩かれたら泣くやな。泣きますいや社長だったら大丈夫だろうけど、頭が生えてくるから生えてくるんだろう。怪我したとこ3分で。それはガラステープのです。染み込んだ。
多分若干ネックバージョンが欲しい。もうあれだもんね、このいちごマラチでもさ、うん、塗るとさ湯立が降ってもさそこのところだけがね、水弾いてよ、うん、こんなにテカテカに光らないぐらい、うんうん、もうこれ部屋で塗り伸ばしてねえからさ、だからそういうテカリが出てるだけでさ熱く塗ってんだよね、うん、誰かさん。だからそれただ表面をパテナイフでさーって塗っただけです。だって誰かさんが施工すればこれしごいてしごいて、うん、何で班長がさ何で塗るんですかねって言うから、どこの人、あの人クレーさん、あれはねゴムベラだよ、ゴムベラ、ゴムベラで塗ってみなよ、薄く塗るでっつってやばいんだ。だからポリエステルみたいにパリって割れないでしょ、それ、ね、その面が、うん、どんぐり特別だったんね、材料とすると。さっきとかやったの、うん、僕の社長は認識少ないからさ、誰がオーナー社長、宮城県、宮城県じゃない、いくら売りの臨時ごまんって言っても腐れでしょ、手に入んないでしょ、なかなか。要はね、普通の木材手に入っても使わねえよ、そうかね、使わない人もいる、所詮木やけんな、そりゃそうだよね。だから、本当に売りんと上手に組み合わせてやればいろんなパターンができるよね。グリーンはいい。俺は合成の合板が一番好き。そういう人はね、嫌いっつう人がいるよ、世の中。勝てんは勝てんないもん。硬いですね。やっぱ目の詰まり方がいいよね、そういう意味で言えばね。目の密度っていうかさ、きっちり詰まってるところが。求めてる強度としたらどうでした？あれぐらいで十分です。十分だよ。計算してる。あれぐらいとか。6815と増粘剤かい。はい、これ増粘剤でパテ状にしたい。どれぐらい混ぜた？これどれぐらいでしょう。結構残った液体に混ぜただけなんで、詳しいグラム量はないんですね。まあスプーン大さじ2杯ぐらい入れました。スプーン大さじ2杯ちょっとあんまり多くはねえやな。あれなんですね、6815は、いやいや、そんなに入れねえよ。6815は10g、まあ、それと硬化剤4g で練った後の余り汁で作ったパテなんで、1g ねえぐらいだろ、スプーン2杯、1杯、2杯だったら。そんなにないです。軽いもんね、あれね。軽いもん。社長さんのスペックと比べたらダメでしょうか。いい、ね、青いよ、まだ青い、青い、青い、失礼。プロフェッショナルの入れ方としたらまだダメでしょうか。 OK になりませんでしょうか。ここに塗っといてしょうがないでさ。俺塗ったらこんなブツブツねえもん。あらあら、言われてる、申し訳ない、言われてる。いやブツブツねえよ、俺が塗ったら。でもね、そのブツブツって気泡のことでしょ。あ、ダマ気泡、ダマ、あ、ダマね、ダマね、ダマと気泡の量はやっぱり多ければ強度うんと下がるんだよね。だから、あ、失礼しました。私はありません。申し訳ございません。これ、ダメなやつのじゃ
ゃあ見本取っとこう。それかわいそうだよ。かわいそう。よく聞いとけよ。当然、はい、あれやろ、割り箸でくるくるくるで50回ぐらい混ぜただけやろ。いや、パテナイフでくるくるくる念入りに混ぜました。よく、よく遅い、よく聞いとけよ。ダメだっつう、ね、NG 出しを、はい、この紙ゴムで混ぜただけやろ、はい、それやなくて、こういうパテ板。あ、はい、あれ入れてパテベラでこ潰すんよ、平たい板で。あ、青のデリルヘラ、デリルヘラってあるやんか、はい、青か白の、あれでね、クッって絞るんだ。で、手で触って熱くなるぐらいまでこう仕事をする。そうしたらこのザラザラくなる。あら、ノウハウを伝授してるぞ。やっぱね、あれ聞いてくんだよね、電話でさ、ザレ剤の混ぜ方はどうするんですかってさ、お好み焼き作るこっちと一緒だよ。結局ね、紙コップで混ぜただけじゃ基本抜けんじゃん。だからやっぱ炉の中に入れて、瓶の中に入れて、炉の中に入れて熱かけんだよね、本当はね。本当はね。うん、そう。でも熱かけてね、混ぜるっていうのね、ほとんど知らないんだよね。当たり前だけどさ。そこまで手間かけようと思わないんだよね、大体は。でもね、正常はね、物が違ってくんだよね、もう。俺はね、今、温調使ってないけど、ジェットヒーターがあるやん。うん、あれ、1メーターぐらい外して、段ボールの中に囲って入れるやろ。うん、で、大体、社長からもらうと、あの、温度計があるじゃん。うん、もらってねえよ、俺やってねえからね。もらったんさ。あれでさ、人聞きの悪いね。簡単に温度測るやろ。もうあれが23度ぐらいなの、こう、硬化剤と。その時に、10対4で作るやん。はい、で、大体そのぬるくによって、やおくするか硬くするか決まってくるやろ。家族を塗るなら硬くしとかんとラインが出ないやろ。で、その硬さで段、あの、温調かけながらさ、寝るんよ、パテベラの上でずっと。きめ細かくなるまで。実践しています。あんまりぼーっとするとは固まるんだよ。ぼーっとしといた。おっさんも売るんか。え、おっさん、なんかトラクター取り来るとか取り来ないとか言ってたね。はい、ちょっとこれ止めとく。